皆さんこんにちは、ティーン令和のミラクルボーイ、キングタクです。江戸時代のお金事情を紹介したいと思います。前半と後半に分けて紹介します。はい、まず江戸時代初期と前半ですね。はい、徳川家康が蓄えられたお金、意外というか、なんと2500億円以上、すごいですね。もう生活も裕福で、すごい、なんと約37,800キロもの大量の金塊があるそうですね。こういうセレブでいいですね。参議院交代の費用、ちなみに1回で6億円。すごい。すごい総額ですね。はい。赤字でも大変ですよ。出島を作るのに費用が4億円超え、2年かかったそうですね。はい。貿易を全面停止で、出島は役割を終えたそうでございます。鎖国じゃー！この大泥棒はいますね、3人。浜島正兵衛と、次郎吉さん、藤岡藤十郎に富蔵さん。こういう、罰あったです。入れ墨の刑。中追放、引き回し、貼り付け、火炙り、獄門。これはもう、大変なもんですね。はい、伊達政宗さんが子孫に残した借金20億円は壮大すぎる。両替所は大金持ち、財産は5004億円だそうですね。はい。これ、雪だるま式で富を増やしたそうです。はい。というわけで、江戸時代前半の、江戸時代前半のお金事情でした。バイバイ。